ニルさん対戦よろしくお願いいたします。勝率が最近マジで芳しくないので頑張ります。対戦よろしくお願いします。きついな。ガッサはタスキ、まあ、ギャラが目がサナの役割がちょっと何とも言え、あのカバギャラアーゴはよくいる並びなんで、まあ、よくランドギャラアーゴとか言われますけど、これにカビゴンが入ってるパターンとかは結構結果残しましたからね。サナが気になるけど、ガルドカグヤバンギって見たらサナ来ねえんじゃねえかなっていうか、まあ、ギャラの方が通りいいんで、おそらくギャラでメタリタイかな。レヒレガルドベースで行きたいかな。レヒレガルドって並びであれば、並びであればガッサはいなせるので、初手レヒレから行きたいね。でアーゴに勝てるバンギは欲しい。まあバンギ出す上で気をつけなあかんのが、バンギと、じゃあバンギじゃカバとガッサやけど、うん、これで行きますか。カバとレヒレのタイミングを作ってしまえば水ゼットの一環はあるんでね。アグノムは出せるか、ちょっとさっきまで第2回神社アグノム報告会をまとめてたので、すぐに選出を決めないことにしたんですけど、アグノム出せるか、ギャラの絶対起点になる、ガルドで止められそう、アーゴ4に S 負け、まあカバに身替え残せるけど微妙、カグヤアーゴギャラのエサボルト、まあボルト出せるかどうかやけど、まだボルトよりかこの3匹かな。うん、ちょっと反省をちゃんと生かしていくわ。やっぱこう収録と編集にラグがあって、ジンジャーグノム報告会してる頃はもうだいぶ先の対戦しちゃってるとか、だいぶ前の、そうそう、収録してる時期はもう第2回のアグノム報告会反映されてないとか、ラグがあるんだよね。お願いします。ガッサはガルドに引きたいかな。レヒレの体力管理がおそらくこの試合は大事なので、ガッサ、これはガルドに引きます。ガッサ落とせればマジで試合展開楽なので、これはガルドに引きます。ガッサ落とせればカバも動か、カバっていうかバンジーも動かしやすいんで、まあ、読まれてカバとかに引かれるとめっちゃしんどいけど、ここはガルド引きでケアしましょう。種が OK。 ガッサの助けを大事にしてくるかですね。あのミストフィールド間のガルドに対して、ヒノガッサは基本勝てないので、3発、まあここの避難回数、うん、1対1残飯込みで、まあ次交換で賄えるぐらいかな。カバが来るのに合わせてレヒレを出してもいいけど、リスクは高めかな。シャドーボールをします。まだ安定行動でいい。あ、オッケーオッケー、ガッサ切ってくれたか、よしよし、ガッサ切ってくれるのは嬉しいな。ただこの後出てくるポケモンをちゃんとケアしなあかんけどね。こんなもん、うん、一応これ死に出しでギャラを出されると起点になる可能性があるか、まあ構成によるかな。身代わりやったら毒をしたくなるけど、ラインが入りました。お母さんでしたね僕お母さん大事にしてるんで、まあ逆に言うと家族以外のラインがここ最近来てない悲しいことに。これはシャドウ影で落ちますね、ガッサ。うん、大きいですね。で、まあギャラ対面で毒打つかシャドーボスかですけど、レヒレイに引いても龍舞自身が間に合わんから、多分毒を押すべきかな、この形を取った場合は。アーゴ4か。アーゴ4即、バンギ引きで良さそうかな。ミストフィールドは残り2ですからね。うん、即バンギ引きかな。ミストフィールド1回残るんで、ここにバンギ投げて、んで噛み砕くで削ってガルドで影で落とすってムーブにしたいかな。裏ギャラやと思うんですけどね、動かし方今んところね、目に見える動かし方は匠 OK。 これはミストフィールド間のメガバンギらさ、ドラゴン Z 耐えるので、ここは噛み砕くでいきます。耐えるなら龍舞か、耐えるなら龍舞か、耐えるなら龍舞だな、これ耐えるなら龍舞しましょうか。ここのコダ間違ってないな、耐えるなら龍舞で正解だ。アーゴは抜けますからね。で1積みすれば噛み砕くで落とせるから、ここは2積み、オッケー。2積みは問題ないかな。オッケーオッケー。で1積み噛み砕くがアーゴ4って乱数なんで、
確かね、砂ダメを1回入れなあかんから、1回身代わりかな、ここの爪。あ、でも今ので2回入ったね。砂2回入ったよね。悪巧みに繰り出して1回、龍前2回やから、一応計算します。これ1回どっかでやった記憶があるんですけど、もう1回復習のためにやります。149と見立てて141、133、神砕くのダメージは、あ、落ちるね。ここで身代わりするとギャラの攻撃を耐えない可能性もあるから、神砕くでいきます。オッケーオッケー、通った。よしよし、落とせるね。サーナイトは、ガルドで勝ちと見て、まあ、ギャラやったらエッジが当たるかどうか勝負かな。ギャラね、はいはい。エッジ当ててレヒレのムーンほど落とせると思うんですけど、ここは龍舞ですね。相手も龍舞しないと後ろぶち抜けないから、ここは龍舞します。レヒレが1積みまでやったら耐えるんですけど、2積みが耐えねえからな。そう、 CS レヒレはマジでやらかいんですよね。相手は龍舞してくるはず、このターン。1積み龍舞までは耐えるので、ここは待っていきます。で、エッジかな。1積み龍舞までレヒレが耐えてくれるはずです。砂入れる。んで、砂が残り1ターンか。レヒレを通すためにもう一回待ってくる可能性もあるんですけど、まあそれでもエッジかな、変わらん気がする。さあ 80%、 これ外すとしんどいけどね。 OKOK、 やってる、えらい、いいダメージ。龍舞 OK。あー、これどうしようかな。レヒレどうせ自信耐えないんで、砂、バンギで砂ダメ入れて、ガルドで禁止2発、影でシバルが賢そう。これバンギ S 抜かれてるんで、それが安定かな。カブレヒが2枚自身耐えるんやったらやるんですけど、できないはずなんで。前計算した時に CS レヒレやらかって言ってめっちゃディスった気がするんで、カプレヒで CS、 あー、耐えそうやけど、滝ひるみを間に挟まれた場合の負け筋があるから、やっぱこれ砂2回入れた方が多分確実やな。レヒレに引きます。その方が確実。レヒレ引き、眠るギャラは知らん。こう滝やったら1回耐えるかな。等倍の滝、うん。で、相手は滝で落ちないから次自信なんですけど、ここにバンギ投げる。あ、これで3ターン砂入れれるな。これバンギ引き、よかった。ダイストリームギャラドスとかいないから、雨に天候変わるとかコールしなくていいから助かるな。ここは砂入れます。オッケーオッケー。まあ、エッジ当ててくれんとこの立ち回り終わってるけどね。いや、厳しいな。エッジ依存で負ける可能性があるのは、まあさすがにこれは耐えないね。耐えないけど砂任すことはできた。これ急車入ったけど耐えたんちゃうかな。まあまあまあ、言うて4倍弱でやからね。砂入る。ガルドを出す禁止、レヒレヒキ影で落ちるから、その処理ルートでいきましょうか。うん、この手の放置がこの戦術以外ないからね。ここは禁止挟む。うん、まあ仮に眠ってきたら、まあその時、まあ眠らできないね、ミストフィールドあるから自信、まあ、ここはちゃんと徹底した立ち回りでいきます。で、レヒレを切り、砂ダメ入れる、影で処理ね。この砂でそもそも倒せるかな。まあどうせやるんやったらもう影砂で落としてもよかったけど、これやらんでもよかったかな。まあまあまあ、一番詰め方としては、もしギャラに HP がもっと残っててもこの動き方をするから、徹底して立ち回ろう。砂入れる。落ちるかな。落ちないな。落ちないけどこれは影圏内だね。禁止を挟んでもいいかな。砂で落ちるんやったら、砂がまだ残ってるんやったら禁止をしますけど、影隠したいからね。
そんなが残り2やから、これは影隠しましょう。まあ僕動画上げてるんで、そもそもこの肩隠しはいらないかもしれんけど、もしこのニルさんって人が僕と当たって、あれ影切ってたのかって思うかもしれんからね。この後の5戦でまた再戦があったら、あのガルダ影がないからって立ち回るかもしれんから、ここは気にしろと。そう、オッケーオッケー。まあでもギャラのエッジに依存、ギャラチャーは番組のエッジに依存した勝利やったから、うん、もうちょっと安定して勝ちたいな。ニルさん、タイさん、ありがとうございました。リリーさん、対戦よろしくお願いします。今の試合時間使いすぎたな。待って、アリアドス KP2 やねんけど、おかしいな、なんか流行ってる。昨日またった。アリアドスはエレキネット使える、ネバネバネット使える、不意打ちが覚えるっていう話をまたしたんですけど、起点作成はアリアドスか。アリアドス鬼氷ってまあまあ凶悪な並びやね、これ。普通にはめられる。バンギ出したいからね、鬼氷入りには。んー、まあギャラアーゴ入りなんで戦術は一緒かな。レヒレバンゲガルドっていくとハッサムがめっちゃ重いんですけど、ギャラアーゴには一番安定した戦術なんですよね。レボルトがいるのは、レボルトを出したいのはハッサムを一応止めれる役割があって、まあガルドがそんなに鬼氷もいるんで出しにくいなってのがあるんですけど、あ、これバンギ絶対いるな。バンギは必須。アーゴのドラゴン Z をミストフィードで枯らさんとあかんから、この戦術はしょうがないところかな。ガルドいきます。やっぱギャラアーゴはこの戦術で。はい、リリーさん、対戦よろしくお願いします。さっきの試合はエッジが当てれたらかからよかったけど、レヒレがね HB じゃないんで、ギャラをさばききれないんですよね。2枚までは許していいとは思ったけど、それでも滝のひるみから逃げられへんからね。やっぱこの構築強いな。完成されてますね、ギャラを。ガブオッケー。これはね、ヤチェだろうが風からいきます。ステロ巻いてきた場合、レヒレが削られずに突破できるんで、ここは凍固風からいけます。ミストフィードもちゃんと管理しなあかんな、これ。凍固風から多分起点作成、ギャラアーゴ、マザーメタロウ、地震から入ったか。巻いてる。あ、火力全然ない、火力全然ない。ギャラないとこれでできなくなりましたね。やけ、オッケー。ということはバンギでまた舞う展開だな、これ。バンギでまた舞う展開ですね。これムーンホでいきます。これ D めっちゃ硬いやつやと思うけど、これはムーンホで落ちるので、D が高かろうが、これは計算済み。ギャラの、レヒレが削られたから、ギャラの相手がちょっと難しくなったかな。オッケーオッケー。あ、これ無効です。これ有効ではありません。有効ではないので騒がないこと、以上だ。で、こっからのアーゴ4まではもう展開としては見えてる。ハッサムか。あ、切っていいかな、これ。Z。切りますね。これ、バレパンで落ちちゃうから、切りますね、僕、Z。なら、これはまだいけるかな。裏、アーゴっぽい。待ってよ、レヒレ。待ってよ。レヒレにはアーゴからじゃないのか。ハッサムから来るっていうのは何か理由がある。まあ、ギャラこれでいなくなったね。ハッサムじゃないんじゃなくて、アーゴじゃないのか、もしかして、後ろ。さあ、ミンズ Z 切れる。相手これ次バレットパンチ押さなあかんはずやから。これね、Z に合わせて跳ねやすい押されてるとマジできついんですけど。この、ギャラアーゴにと一緒にいるハッサムって基本跳ねがないんで、結構安心できると思うんですけどね。跳ねはないはず。いいダメージ。これムーンホで落ちるな。ドロボー、OK。何かを呼んできた。これ急所っぽいかな。入りすぎだよね。これ影の圏内でもあるから、あ、待って、レヒレのミストフィードを残さんとアーゴがきついから、これはね、ここでガルドに引きます。羽やったらな、プレイングミスなんですけど、相手もこれ羽押せないと思うんで、バレパンやと思うけどな。俺やったらここバレパン押す。オッケー。レヒレ落としたくないはずやからね。アーゴ考えたら、これはちょっとミストフィード残すべきやと思ったんで、こう判断しました。アーゴじゃないのか。アーゴじゃないのか、これ。影落ちますね。影でいい。影で落ちる。
さあ通る、これは圏内に入ってますね。確実に確実に圏内に入ってる。うん、オッケー。ほいで、アーゴやったら一応ミストフィードのターン管理はできたから、まあ鬼ゴールやったらどの道番組で僕は見るんで、この次だな。あ、でもアーゴ4なんだね。ってなるとこれは勝ち筋もう見つけました。レヒレに引きます。ここ相手は多分タクムのがワンチャンスやけど、ここはレヒレに引いて、でバンギ出して、で回ずに噛み砕くで削って、ガルドの禁止で砂入れて影影で落としたらいいから、これは大丈夫、これは負けない。で負け筋があるとしたらここで2枚されることなので、ここは外し、レヒラはどうせムーフを打ったとしても変わらんから、ここは高風で2枚され 2割高にされるのが負け筋やから、ここが風でヘドロウェーブ。ほいでここはバンギ死に出しで、ね、ミストフィールドカーであればバンギラさん絶対攻撃耐えるんで、でここ S 上昇されるとバンギはもう竜舞で抜けないから、ここはミストフィールド砂バンギの力でアーゴ4を止めます。うん、やっぱこのギャラアーゴ、ハッサムがいようがこの選出が一番僕の立ち回り次第で勝てるから、やっぱこの構築にはこの選出を知って僕の立ち回りを極めるべきやね。ここ噛み砕くでいい。バンギがここ絶対耐えるんで、噛み砕く砂2回絶対入るから、ガルドの禁止倒して、オッケーオッケーオッケー、ガルドの禁止倒すと落とせるはず。リリーさん、対戦ありがとうございました。